やっぱ俺ね、気づいたわ。今マノンやってて気づいた。銃強いけど、みんな口揃えて言うじゃん。強いキャラやりてえわ。俺強くなりてえわ。趣味すぎる、ちょっと。ちょっと趣味すぎる。竜強いと思うけど、全然。口を揃えてみんなやっぱ言うじゃん。上位互換がいるって。ただ、いや、俺本当に強いなと思ってやってたけど、ちょっと趣味すぎるかなと。剣やるか。マジで剣やるか。ちょっと趣味すぎるわ。なんかもったいない気がする。どうせやるなら。時間がもったいない。なんか俺ほんと勝てるようになりてえわ。なんかもう、悩みたくないわ。勝てる勝てないで。勝てるようになりてえ。なんかしょうもないわ。剣か。剣マジで、あれがあんのがいいね。素材があんのが。人の動画見れるのが。アングリーバードってランクやってないの？とんでもないランク詐欺だな。これがニューチャレンジャー出てくるの。ラシード来てからでも。なんか俺、マッサイって考え方変わったわ。もしラシードが強かったら、ラシード俺やるかも。なんのあれもなく使うかもしれん。強キャラだったら。なんかちょっと考え方変わってきたな。なんか今、もっと強いキャラを使いたくなってきた。もったいない気がしてきた。ここまでやって。趣味に走りすぎるのもったいない。今日、枠ゼリービタ君。火力やべえ。いや、つえ。やべ、最強のキャラに見える。難しそう。あんなコンボ多分できないよ。飛んでるやつ、引き台パンで落としてそのままコンボ行くとか、生ラッシュからの。絶対できない。人間じゃない。これ、いらないんだ。あ、そっか、いらないわな。あれに入れてるから。いらないわな。あー、強いな。まあ、これは竜でもできるコンボだね。ただ、運ぶ量が半端じゃないけど。こんなん。そもそも、この昇竜拳の、この機械的な昇竜拳の精度がなければ、竜拳は使えない。恐ろしい。なんかレバーレスの方が昇竜拳結構きついって聞くんだけど。なんか、ケンキも言ってたし、梅原さんも 2P 側がちょっと昇竜拳遅れるみたいなこと言ってたけど。やばいだろ、こんなん。何も真似できん、こんなの。ちょっと待って、これ、うますぎだろ。剣がうまいんじゃなくて、化け物だけだろ、この人。やべ、なんか、なえるわ、うますぎて。ちょっと待って、うますぎて、なえるわ、こんなの。何一つとして、ま、なんか、参考にならんわ。ちょっと、やばいな。すごいね、この人。黒人さん、なんて名前だっけ。黒人さん、現実かもしれん。でも、黒人さんってさ、ぶっちゃけマジで強いっしょ。もともとだってレジェンドじゃん。このレベルで、なんか基本ができてないとかないんじゃないの？なんかそういう、あれはあるだろうけど。やり込みの差とかはあるだろうけど。コンボのなんかができないとかそういうのはないんじゃないの？相当みんな黒人さんのことをバカにしてるけど、ネタにしてるけど、話すね。割とあれっすよ。すごい人っすよ。コンボ出なかった。大パンからのあれが出なかったな。射程的にきつかったな、前的に。うわっ！なんか、もてあそばれてる。ほら、この昇竜拳は猛者しかできない。猛者しかできない昇竜拳ですよ。今の昇竜拳は。うめえ。うまい。うまい。いや、えぐすぎ。これがマスターの底舐めてんのかよ、二人とも。うますぎだろ。やったらやっかな、ランク。いいパンチ。いや、うまい、それは。いや、うまいわ。なんでも、あれだね、綺麗だね。黒人さんの剣。なんか剣結構もっと汚いイメージなんだけど、まあ多分このシーンに入れ替えとかそういうのがないからか、入れ替えコンボとか、あと相手がうまいからそう見えるのか、丁寧にやらないでも勝てないからね。あ、この大パンの差し返しからマジうまい。運んで、ふかしたところに大パン入れるのマジうまいな、差し返しが。
いや、うますぎないこれ。うまいわ。いや、これさ、これね、今竜やったからこそわかるけど、剣だからっていうシーンそんななくない？まあ今ここまで運んできて、一瞬で運んできて、あの SA コンボまで行けたってのは確かに剣のあれかもしんないけど、確かに2回で運び切ったのは剣だからかもしんないけど、今のコンボはだってあの大パン指導ができるんだったら竜でも高いコンボいけてますよ。いや、このレベル、いや怒られてるようには見えるけど結構やられてるな。でもこのレベルはそりゃね苦しいよ。おー、強い。でもめちゃくちゃやってる。すごいな。オニア今やってるっていうか、あいつ練習してる？ちょっと見たいな。違う、そうか、3日前じゃねえか。オニア、プラチナなってんじゃん。やるじゃん。俺の竜より上手いよ。多分。多分竜だったらオニアに勝てない。多分。やるじゃん、オニア。おお。なんか簡易コンボ、おうまい。うまい。おお、オーリアすげえ。惜しい。え、すごいオーリア。あれ、なんか俺も剣やれそうだな。練習したら多分いけるな。オニアから勇気をもらえるね。あー、当たってんのに。めちゃくちゃ打つな、オニア。え、オニア空対空上手くない？波動昇竜拳より、なんかこのパンチができるんだったらそもそもあれなんじゃないの、竜巻でもっと高い対空できるんじゃないの。その素質があるぞ、オニアには。うまい。オニアがパラシオ見てる？エボ見てるわ、オニア。あー、惜しい。うめえ、こいつ。もうインパクトを通じるならいいんだよ、インパクトなんて。通るならいいんだよ。てか、剣は劉備とインパクト打ってなんぼじゃない。普通にすごいな、オニア。うまい。エンディングウォーカーとやってる。やべえ。俺がさっき参考にしようとしてたエンディングウォーカーがたこられてる。答えかこれ。マジの答えかこれ。もう画面端だ。もう画面端です。いや、でも、あー、いやーなんかいい勝負してるように見えたけど、蓋を開けてみるようだな。4000ダメージかよ。半端じゃないな、この人。画面端？ちょ、何やった今。やばくね？中足、引き台パン、中足ラッシュ、引き台パン、走って止まって、パンパン、拳のはこれなんだ、中パン？中パンタゲコン？これなんだ？中パンタゲコン、なんだこれ。竜巻の強。強ってなんで燃えるんだこれ。俺やったやつ燃えなかったよ。やば。え、コバが入ったらこれ確定すんの？これカウンター？中パンのタゲコン。あ、カウンターか。パンチだから。そうだよね。入れ替え。基本コンボはこのタゲコンを間に挟むんだな。間に。で、走って、リュービーして昇竜拳か。リュービーってなんだこれ。派生リュービー？これマジで、なんのあれもなく無意識に打てるようになったら最強だな。コンボ相当練習しないといけないな。トレモで。
これはでもアングリーバードが強すぎるのかな。割とまあこのレベルだとキャラ差もあんのかもしれないけど、なんか、うん、全て圧倒してる気がする。やばすぎるな。ちょっとこれが今の全一剣か。オイルキングが剣やったら一体どんな剣になるんだろう。ちょっと強すぎるな。マジボロ勝ちじゃん。何この人。エンディングウォーカーこれやってて竜やめたくならないのかな。これ見せられてやめたくならないのかな。うまい。これ見せられてやめたくなんないのかな。劉備とかこのレベルでも通用するんだよ。劉備とかやべえ。これで俺エンディングウォーカーが全勝してたら劉やってたかも。やべえ、なにこれ半端じゃねえんだけど。1800ダメージで入れ替えも剣だったらもう角に持ってってるだろう。劉備みたいな、あの燃える劉備やって昇竜拳で2発、昇竜拳でダンダンってやつでもう角に持ってってるだろう。この入れ替えも剣だったらやべえ。なんか確かに見てると剣だなこれ。今の入れ替えで多分もうエンディングウォーが剣だったら勝ってますよ。角に押し込んで有利になってますよ。入れ替わっただけだもんね。やべえやべえ、こいつの竜かっけえ。俺竜やるわって話してたのに、そのかっこいい竜がクソタコにされてんの見て萎えてきたんだけど。竜やんのマジで。いやアングリーバーとか上手すぎるだけかこれは。とはいえこのレベルだとやっぱキャラ差出るんだな。なんか出てる気がするわ正直。素人レベルだとキャラ差って俺あんまないと思うんだよね。マジであんまないと思うんだよね素人レベルなら。このレベルはあるな。おい、なんで角にいるんだ。さっきまで右端にいたのに、なんで今左端にいるんだ。なぜ。追い込んだと思ったら追い込まれていた。あ、これは苦しい取り方だな。そうなんだ。実際どうなの、ここまで行くのはむずいの、こういうコンボ出すのは。マジでむずいのこれは。結構マスターの剣とか普通にプロじゃない人もいっぱいいるけど、確かにでもダイヤの4号でもなんか中足ラッシュから角に挟んで運んで一生なんか投げと投げしみ打撃をしてくる剣、劉備を、あと劉備を狙ってっていう剣しか、剣ばっかだけど、まあそれでも強いとは思うけど、実際どうなんだろう。なんか想像はつかないな。確かにこのレベルだったらね剣最強だけど、素人には実際そこまでやるのは無理なんだろうな。化け物なんだろうなこれ。あ、意味が分かんないわ。出たこのオーディハド。この人がちょっと化け物すぎるってのは確かにありそうなんだね。いやキャラうまい。はあ、ちょっと化け物すぎるな。何なんだろうなこの人。あ、何かが見えた。誰か竜で活躍してる人一人でもいたらな。ルフィに勝ってんだけど。いやマジで誰か竜でクソ活躍してる人いないのかな。まあでもね、80点まで行きやすいキャラでいいとは思ってるよ俺。確かに100点目指すのはマジで
正直プロがやることなんで、理論値最強は本当に最強じゃないんだよ。80点までいきやすいキャラこそが本当に強いキャラ。それは俺マジで FPS でも変わんない。なんかでも意外と80点いきやすそうじゃないこれ。この安いコンボやってるだけでも端っこ持っていけるからさ。だからその80点いくのも剣道が簡単そうな気はするんだけど、これ入れ替えと運びコンボ以外いらんでしょ。そうでもないのかな。かっこいい。うわ何この化け物。うまい。あー何この化け物。本当に化け物なんだな。頑張れ竜。竜頑張れ。剣なんてぶっ殺せ。やばい。あ、見た。半端ない。でも角のコンボ竜のはやっぱ高いんだな。あ、同じぐらいか。いやでもやっぱ竜のは若干高いな。 10% ぐらい竜のは高いんだな。おい、なんだこれ、これ化け物すぎだろ。マロンに1引かれないってこれどうなってんの。これこの人本当に化け物なんだね。一石二鳥じゃん、マロンと剣見れて。おい、いいよ。何かが見える。何かが見える。この二人の戦い、このアングリーバードの剣との間には3000ダメージ。恥。あ、やばいな、最強すぎる。え、これはどうなんだろう。マジでアングリーバードが強いだけじゃないの。この人竜やっても強いだろう。いやでもね、剣のパワーでも感じたな。火力高えな。やばいやばい。いやでもね、これはね、このコンボはね、野良でもやられる。これはやばい。これはマジでやばい。うまい。きったねルフィ。何やってんの。きったね。大怪我をされた。うまストレスやばそう。話もあったんかな今のは。うわっ、ミスった。おーっと、何が見えてんだこれ。取るわけないな。なえ、何なのこの人。まあこれちょっとね、すごすぎるわ。ちょっとやばいわこの人。え、こんなに、え、でもマジで何が見えるのこれ。こんなにヤバい人っている。この人5とか やってたよね、もちろん。どんぐらい強かったんこれ前作から。あ、もう絶対無理だこれ。こんなの、これ多分全部これ得られるよ。絶対投げれないと思うこの人。何この人、マジで意味わかんなくない。負けたことあんのかな。アングリーバードの竜が絶対に通るな。あ、これ返せないようにした方がいいだろ。これやばいな。ちょ、やばいな。なんうますぎるこの人が。マジでうまい。バケモンだ。これはちょっとやばいな。剣の問題じゃないよ。まあ合わさってるのもあるけど、剣とこの人のうまさが。これはちょっと使ってる人がレベチすぎる。ありえないわ。ルフィっていうマノン、これだってこの人マジで強い。このマノン、エンディングウォーカーもそうだし、
ちょっとありえないレベルだな。もう意味わかんないわ、俺。ハングリーバード何？何？マリーザも使えんの？いや、すごいなぁ。すごいなぁ。こういうことね？おぉ！こういうことね？やべぇ、かっこいい！めっちゃかっこいい！めっちゃかっこいい！やべぇ、これ前手2回。おぉえ !7 割運べる剣はクソ。いや、これできたらめちゃくちゃクソっすね、できたら。最高のクソですね、これができたら。これできたら最高のクソだぜ。